はい、サンちゃんです。本日はですね、エクスペドのウルトラ 7R というですね、スリーピングマットについてお話ししていきたいと思います。私のチャンネルでは山に関する役立つ情報、また私の山での活動についてお話ししておりますので、まだチャンネル登録済んでない方に関しましては、今チャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。今回のお話なんですけれども、雪山登られる方とか寒いところでキャンプされる方にとっては非常に役に立つテーマだなというふうに思っています。私自身このマットをですね、購入して使ってから非常によく雪山の方で眠れるようになったので、すごくおすすめな商品になります。まずですね、私ですね、普段夏の登山においてはサーマレストのこの蛇腹のですね、マットを使ってるんですけれども、まあ、4月の木曽駒ヶ岳だったんですけれども、キャンプをしてみたんですね。でその時にですね、もうそこからのその冷えっていうのがすごすぎて、全く眠れずにですね、一日過ごすってことになりました。まあその時マイナス10度ぐらいにはなってたんですけども、やっぱり全く寝られないってなると本当に辛いんですよね。サーマレストの蛇腹のマットのいい点っていうのは、絶対パンクしなかったりとか、あとまあ軽いって言ったところで気軽ではあるんですけども、薄すぎて雪の上とかだと寒いっていうところがあります。耐えられる人にはですね、耐えられると思うんですけども、私はもう全然耐えられなくて、まあ、どうせ買うんだったら一番暖かいやつを手に入れようっていった経緯で、探して、日本ではほとんど売られてないと思うんですけども、海外通販を通じて自分で個人輸入して使っているといったところになります。エクスペドっていうのはスイスのメーカーで革新的なマットを作られているブランドです。まあ、ものすごい軽い冬のマットっていうと、サーマレストとか、ミモとか、エクスペド、この3つぐらいが代表的なものになるんではないかなというふうに思います。その中で私がこのエクスペドのマットを選んだ理由っていうのは、中にですね、綿が入ってるんですよね。まあ、綿っていうと何かっていうとダウンなんですけども、実はですね、マットが厚いからといって、まあ、冷気を遮断できるかっていうとそうではなくて、ある程度そのあったかい空気が、自分の近くにいないと冷気っていうのは遮断できないといった形になってます。そういった面ではそのエクスペドっていうのは、まあ、工夫がなされていて、中に綿を入れるっていうところで、その寒さを克服しているといったところになります。その寒さを遮断するためのその考え方っていうのも、実はブランドによって全然違かったりするので、皆さんの中で選んでいただけるといいのかなというふうに思います。数年前からですね、エクスペドっていうのはそういった中綿、まあ化学繊維の綿が入ったものもありますし、ダウンが入ったものもあるといった形になっていて、今年のモデルに関してはダウンのものが主流といったところで販売されています。でまたサイズなんですけども、実はエクスペドのマットっていうのはかなりサイズが豊富でして、真四角のものから非常に軽量化されたマミー型というですね、角を全部取ったようなものもあります。まあ、私の場合はですね、マミー型の一番ですね、細いモデルを、購入しました。私身長170センチで、まあ、肩幅かなりある方なんですけれども、ちょっと狭いなとは思いますが、寝る分にはそんなに苦ではないかなというふうに思います。足がですね、ちょっとこうずれてったりすると他に外れてはしまうので、このマミー型のものに関しては体の大きい方であれば少し大きめのサイズを選んでいただくっていうのもいいのではないかなというふうに思います。冬用のマットなのに 500g を切るというですね、非常に軽いマットになっています。そしてですね、実際に使った映像がありますので、ちょっとこちらをご覧ください。はい、これからキャンプを始めるんですけど、今回はちょっとこれをご紹介したくて、スタッフバッグが便利で、圧縮袋になってかつ、空気も入れられるというですね、優れものになります。でこうやって空気を入れて膨らますことができます。で中身がダウンが入っているので、このダウンっていうのは濡れてしまうとどうしても保温性が失われてしまうので、なるべくこう乾いた空気を入れるっていうためにも、口からではなくてこうやってポンプから入れてあげた方がしっかり乾いた空気が溜まるといったところですね。 3,4 回膨らますともう大丈夫って感じですね。この上に寝ていきます。はい、といったところなんですけどね、まあ、唯一気になる点というか、ここデメリットじゃないかって思う点はですね、やっぱり空気で膨らますのでパンクのリスクがあることですね。私のですね、扱い方もちょっと良くないなというふうには思ってるんですけれども、初めて1回目でちょっとだけこう穴を開けてしまったんですよね。まあどうやったらこう穴開けなくなるかなってところで、最近はすごい対策してて、袋のですね、シュラフカバー
ッカーに入れたまま膨らましていくと。で、完成してから取り出して鋭利なところに置かないみたいなところをですね、気を使って、作るようにしてます。さっきの映像にあるようにもうガサガサやってたので、いつの間にか穴開いてたみたいで、ちょっと下方沈んでるなみたいなのを感じたことがあります。なんかしぼんでそうだなっていう時には、お家に帰った時に黒のお水を溜めてマット沈めてみたりとか、石鹸ですね、溶かしたような状態で、軽く出てあげるとですね、穴の開いてるところにはこう空気の玉ができたりするので、そうやって穴を見つけて、補修するといった形になる。実際にこう山で見つけるってなるとかなり大変ですけども、細心の注意を払って穴を開けないようにっていうところですね。で、購入に関しては日本でも在庫が少ないことが多いので、もしできる方だったらこう調べて海外通販とかで自分で輸入するっていうのがいいのかなというふうに思います。まあその方が安かったりもしますしね。私も1万円ぐらい定価より安く買うことができているので、時間はかかりますけれども、次のシーズンに間に合うように購入していただけるといいのではないかなというふうに思います。実はエクスペドのウルトラ 7R に関してお話ししてきました。もしこの動画良かったなと思いましたら、グッドボタンの方と SNS でのシェアよろしくお願いします。本日もありがとうございました。お気をつけていらしてください。